皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今日はそのリーンゲインズの、メリットとデメリットについてお話をしていければなと思います。私もずっと取り組んでいますので、当然ですねメリットもたくさんあるんですけども、逆にですねやっぱり残念ながら合わない方っていうのもいらっしゃるんですね。そういう意味ではメリットだけではなくてデメリットも確かに存在するものなので、そこもですね包み隠さず皆様にお伝えをした上で、お客様自身の方でですねこのやり方自分に合ってるのかな、どうなのかなっていうのをしっかり判断をしていただきたくてこの動画を撮っています。リーンゲインズ、いいところもあるんだけれども、逆にあまり良くないっていうところも あるんだなっていうのをしっかりご理解いただいた上で、それでも試してみたいなと思う方のご参考にしていただけたら嬉しいなと思います。ではですね、リーンゲインズのメリットについてまずお話をしていくんですけども、これはですね食事の回数が減ることで食事の準備ですとか片付けに関する負担が大幅に減ります。これどういうことかと言いますと、1日3食食べていると1日3回食事の準備をして食べて洗い物をして食器を片付けてみたいなことがあるわけなんですけども、これが2回に減るっていうだけで結構負担が軽くなるわけですね。朝は特に忙しい、バタバタしちゃってもうあんまり食事取る暇もないから、できれば食べたくない、もうプロテイン飲むぐらい済ましたいっていう方結構いらっしゃると思うんですね。でも筋肉つけて体脂肪を落としていくためにはやっぱり3食小分けにして食べないといけないからって思って無理して朝食を食べて食器を片付けてってやると結構なストレスになってしまうんですね。私もそうだったんですけれども、そういったストレスから解放されるっていうだけでもかなりですね減量はやりやすくなります。私もですねリーンゲインズだけではなくて1日3食にしてみたりとか、もっとストイックにですねボディービルダーの間で言われているような1日6食小分けにして食べるみたいなやり方を試したこともあったんですけど、それはそれですごい効果はあったんです。順調に体脂肪も落ちましたし、リーンゲインズと比べて、特に遜色ない減量効果あったんですが、やっぱりね減量が進んでいってストレスが溜まってくるにつれて続かなくなってくるんですね。もう食事の準備片付けがもうめんどくさいとかですね、あとは家庭を持っている方でしたら家族から文句を言われるなんてことがあるわけですね。一日中なんか食べてないとかですね、洗い物増えるからやめてほしいんだけどとかですね、僕が言われてるわけではないんですけども、実際にそういうお話も聞いたことがあったので、そういった煩わしさストレスから解放されるという意味では食事の回数が減るっていうのは、かなりストレスを減らせるので、そこが一つおすすめのポイントになります。私はですね今朝食と昼食を食べて夕食は食べないっていう生活リズムでいるんですけども、私子供がいるので仕事が終わったら保育園に子供を迎えに行って子供と一緒に家に帰って、その後は子供の面倒を見ながら子供の夕食を作って子供にご飯食べさせてお風呂に入れて、で子供と一緒に寝るみたいな生活をしているので、自分の夕食を食べる必要がないっていうのはですね子供の世話に集中できるので本当にストレスなくですね減量を続けることが今できています。そういった意味では生活リズム上ですね食事を取らない時間があった方がストレスが減らせるっていう方に関してはものすごいストレスを緩和して減量を進めやすくするメリットがあると思ってますので、当てはまりそうだなと思った方はぜひですね検討していただけるといいかなと思います。2つ目はですね食事の回数が減るということで1食あたりに食べる分量が多くなるので満腹感を得やすくなって食事のストレスが減らせるということですね。減量していくとなるとどうしても食事の量をだんだん減らしていくことになるので、食事をとってもなかなか満たされない、満腹感がなかなか得られずにとってもすぐお腹が減ってしまうっていう方いらっしゃるんですね。その点ですね1日2食とか少ない食事回数で過ごしていくリーンゲインズですと1回に食べる食事の量は結構多くなるので、それなりに減量中でもですね満腹感を得ることが
できます。やっぱりそういう生活の方がストレスがたまらずに生活できるっていう方も結構いらっしゃるんで、そういう方はですねリーンゲインズ向いてるかなと思います。朝昼晩3食食べてたりとかですね、もっと細かく食事を分けて食べて減量をしていたけどなかなか空腹感がすごくて続けられなかったっていう方なんかはリーンゲインズを試してみていただくといいかなと思います。空腹に関して言うと、まあ、断食の期間が16時間あるんでそんだけ何も食べずにいたらこうお腹減ってストレスになるんじゃないかって心配する方いらっしゃると思うんですけども、これもですねしばらくリーンゲインズ続けていただいてこのサイクルに体が慣れてくると空腹感って気にならないようになってくるんですね。一日中小分けに食事をしていてちょっと合わなかったなっていう方はリーンゲインズ試してみていただくとかえってですねストレスを緩和できる可能性もありますので、ぜひ検討していただけるといいかなと思います。ここまでですねリーンゲインズのメリット2つお話をしましたけれども、これからはですねリーンゲインズのデメリット2つお話をしていきます。でこのデメリットなんですけども、これ実はメリットでお話ししたこの2つと一緒なんですね。どういうことかと言いますと、1つ目は食事の回数が少なくなるということで、逆に食事のコントロールが難しくなってしまう人も残念ながら中にはいらっしゃいます。私のように1日のスケジュールがだいたい決まってる方っていうのはリーンゲインズみたいなダイエットすごいやりやすいんですね。このタイミングでご飯食べて、このタイミングはこのことをやってっていう、こう一日のスケジュールが組みやすいので、リーンゲインズを組み込みやすいんですけども、シフト制のお仕事をされている方、まあ夜勤のお仕事をされているような方ですね。看護師さんとか警備員さんとかですね。勤務スケジュールが不規則な方っていうのは、なかなかですね、リーンゲインズをダイエットに組み込みにくい方でもあります。そういう方は逆にリーンゲインズをやるよりは勤務とか生活のスケジュールに合わせて食べられる時にちょっとずつ食べていくっていうやり方の方が合ってる場合が多いので、正直なところ生活のリズムが不規則な方にはあまりリーンゲインズはおすすめはしてないです。そこのところもですねご自身の生活リズムをちょっと考えていただいてですね、合うのかな合わないのかなっていうのを検討していただけるといいかなと思います。2つ目のデメリットなんですけども、これも一度に食べる食事量が多くなるということが逆にデメリットになってしまう方もいらっしゃるんですね。まあ一度にこう食べる量が大きくなるんで、たくさん食べる習慣が身についたまま減量を進めることになってしまうので、逆にですね大きなストレスがかかった時にドカ食いをしてしまう癖がついてしまうという危険性も実はあります。実際にですねこう減量中こうストレスになるとどうしても食べてしまうっていう方いらっしゃるんですけども、まあそういう方が全てですねリーンゲインズ合わないっていうわけではなくて、逆にこう毎日そうやってある程度の量を食べることでそういうドカ食いする癖が収まるっていう方もいれば、逆にこう一度にある程度の量を食べるっていう食事を続けていることでこのドカ食いの癖が治らないっていう方も中にはいらっしゃるので、そこはですねまあご自身の癖というか性格というかそういったところを考えていただいて、どういう食事方法がいいのかなというのを考えていただけるといいかなと思います。そしてですね中にはもうそもそもですね小食で一度にたくさん食べられないっていう方もいらっしゃるじゃないですか。そういう方は逆に一度にたくさん食べなければいけないリーンゲインズの食事法っていうのがものすごいストレスになる方もいらっしゃいます。そういう方は1日のうちでこう食事を4食5食というふうに小分けにしていただいて、こうちょっとずつ食べることでほどほどの満腹感を得られる、で食べ過ぎなくてストレスもたまらないっていうふうな食事にしていただいた方が合うっていう方も中にはいらっしゃると思います。特に女性の方なんかはねそういう方もいらっしゃるかなと思うので、そこはまあご自身がどれだけ食べれるのかなっていうところも考えていただいた上で検討していただければなと思います。では今回はですねリーンゲインズのメリットデメリットについて、お話をさせていただきました。いいところもあればあまり良くないなっていうところも、正直ある減量方法なんですけども、自分に合った減量方法を探していただく手助けになればなと、思っておりますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。またリーンゲインズについてですね質問等ございましたらコメント欄に、遠慮なく書き込んでいただければなと思います。
この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。